クリストファー・マイケル、クリスマンはアメリカ合衆国カンザス州イチタ出身でクラシックの経験を積んだシンガーソングライター。2012年 NBC のオーディション番組ザ・ボイス第2シーズンで第4位を獲得した。チームクリスティーナ内の第1位獲得者として決勝戦に進んだ。2015年5月よりミュージカルオペラ座の怪人北米ツアーの怪人役で主演している。 2000年、カンザス州ウィチタにある、ウィチタサウスイースト高等学校卒業後、バンダービルト大学に進学した。2004年、バンダービルト大学ブレア音楽学校声楽科を卒業した。在学中、フラタニティシグマニューに所属し、会員名はバターカップであった。卒業後、ヨーロッパのイタリアオペラに出演していた。ロサンゼルスに移住し、クリー、クリーにて、 ダルトンアカデミーのウォーブラーズなどのグループでの歌唱など、多くの映像作品に出演し、2010年には、サンダンス映画祭や、AFI 特別功労賞受賞式などに出演した。これまで映画、アバター、グリー、グリーザコンサート 3D ムービー、ジュリエットからの手紙、塔の上のラプンツェル、セックスザシティに、スマーフ、2012、ザ・フィランサラピストなどに出演してきた。 彼によらシュリー・シンプソンの LOV e のカバーは、クロエ・カーダシアンとラマー・オドムのリアリティ番組、クロエ・ラマー第2シーズンのコマーシャルで使用され、ヘザー・ヘドリーとレコーディングを行い、キャサリン・マクフィート・デュエットし、インディアリーアイディナ・メンゼルのコンサートツアーに同行した。2012年、オーディション番組、ザ・ボイス第2シーズンに出演し、ジャメイン・ポール、ジュリエット・シムズ、 トニー・ルッカに続く第4位を獲得した。初登場時、アンドレア・ボチェッギの Because We Believe を歌唱し、審査員のクリスティーナ・アギレラとシーロー・グリーンが獲得に乗り出し、彼は最初から望んでいたアギレラを選んだ。ジェニファー・ラッシュの Power of Love のデュエットで、モニーク・ベナボーと対戦し、生放送ラウンドに進出した。生放送初回、サイモンガー・ファンクルの 明日にかける橋を演奏し、視聴者投票により次のラウンドに進出した。準々決勝では、コールドプレイの美しき生命を演奏し、視聴者投票により、準決勝に進出し、アベマリアを演奏して、リンジー・パバオに、僅差で勝ち決勝戦に進出した。最終戦ではソロで、シークレット・ガーデンのユーレイズ・ミー・アップを、アギレラとのデュエットで、セリーヌ・デオンとボチェッの ザ・プレイヤー及びアギレラのザ・ボイス・ウィズ・イームを演奏した。結果発表の放送会ではパワオとカトリーナ・パーカーと共にザ・バーブのビター・スウィート・シンフォニーを演奏した。彼は常にアギレラ以外のコーチたちからも賞賛されており、グリーンは比類なき声と語り、ブレイク・シェルトンはパワフルで実に力のある歌手と語った。 演奏曲及び結果ウォルマートでローズのプロモーションをするクリスマン通常のスタジオアルバムのリリース前にクリスマス EP をリリースすることになった。2012年10月9日 EP ホームフォークリスマスがリリースされ3週間後の10月30日デュエットアルバムローズがリリースされた。この EP はウォルマート限定販売でデュエットアルバムの曲はその後 iTunes で リリースされた。2013年、アイダホ州レックスバーグにて、上記 EP 及びアルバムリリース直後、PBS にて、コンサートスペシャル、クリスマン・インコンセール、A マン・フォー・オール・シーズンズが収録された。12月14日に、ミシガン州デトロイトの WTVS で公開され、その後 DVD 及び CD がリリースされた、ザ・スペシャル・ウィル・エア・ネーション・ワイド、オン・マーチ2013。 アルバム、ローズのツアー準備中、PBS のクリスマススペシャル収録を告知した。8月17日に、WTVS にて、ホームフォークリスマス、ザ・クリスマンクリスマススペシャルが公開されることになった。2015年5月27日に、アリゾナ州テンピにて開幕した、ミュージカル、オペラ座の怪人北米ツアーの怪人役で主演している。2013年、 7年間交際していたローラパローと結婚した。ありがとうございます。